の皆さんご機嫌いかがでしょうか。天候は曇り、しかし雨の心配はなさそうです。本日は世界選手権の模様をお送りいたします。世界選手権、出場するだけでも大変なことです。ブラジル FC 対シエル、シエル勝って勢いに乗りたいところ。実況は私安塚博士、今日の解説は木村和司さん、水沼貴史さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどサンセッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。キックオフ。前半5分になろうというところ、ディフェンスの様子を伺っております。ロングパス、シエラゴール前、そろそろ注意、左サイド上がってます。これはカットされます。これが通らなかったのは痛い。手元の時計で10分を回ったところです。さてどうしますか。ロングパス、左から展開します。ゴール前の混戦からどうするか。シュートチャンス、決まった。ブラジル先制ゴール。手元の時計で10分を回ったところです。ブラジル FC 先制のゴールを決めました。ジメネス、チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。最後に決めたのはジメネス。仕方ないといえば仕方ないんですけど、ディフェンダー陣気合を入れ直さんと。それではベンチの方にカメラを映してみましょう。ジローラモさん、シエロ、これだけ多くのサポーターが来てるんです。かっこつけてください。シエロ、ゴール前にボールがいった。ここで笛。シエロ、チャンス。さあ注目しましょう。これが決まった、ゴール。前半26分、ウキ、見事な同点ゴールを決めました。シエロ、ここで同点に追いつきました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ウキ、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。落ち着いてましたね。これを決めるか決めないかで流れが変わってましたよ。前半31分、同点となっています。シエロ、さあチャンスです。このまま試合をひっくり、決まった、ミラクルゴール。前半30分が経過しています。シエロ、逆転に成功しています。杉下、見事な逆転ゴールです。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ゴール前の混戦からゴールをゲットしました。ここの粘り、頑張りは素晴らしいですね。いや、全くもって強い選手ですね。45分が終了、1対2、シエル1点のリード。前半いかがでしょうか。解説の二方、安心できる得点差じゃないですよね。今8
後半8分、シエロ徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。さあどこにパスを出すか。ゴール前、入った、エクセレントゴール。手元の時計で10分になろうというところ、キーパー悔しがっています。シエロ1点をもぎ取りました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。蹴った本人も唖然としていますね。いや、まさしくスーパーゴールですね。まあちょっと強引だけどいいんじゃないでしょうか。ギロラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。シエロ、サポーターもこの調子なら安心です。ありがとうございました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。見事なコンビプレーでゴールを奪いました。うん、ゴールキーパーもどっちが打ってくるのか迷ってますよね。いいようにかき回してくれますね。参っちゃいますね。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り、シエロこのゲームをものにしました。シエロこれで1勝。シエロ今日の勝因はチームとしてのね、形が出てきましたね。チャンスを確実にものにしましたし。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。スタジアムの上空、低い雲が垂れ込めています。本日は世界選手権の模様をお送りいたします。世界選手権、出場するだけでも大変なことです。ドイツ FC 対シエン、1回戦の勢いはまだ続いています。シエン、今の調子を大事にしたいところです。実況は私、安中博、今日は解説に木村和彦さん、水沼貴史さんのお二方をお招きしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、ピッチからのレポートをサンセッタジローラモさんにお願いしています。キックオフです。手元の時計で15分になろうというところ、あーっと止められました。いいとこまで上がったんですが、徐々に詰めていきます。左サイド待って、今通った、絶好のチャンス、しつこくマークしています。右に叩きます。やはり強引すぎたか。ここで前半戦が終了、両チームとも無得点。解説の二方、前半振り返っていかがでしょう。この調子だと先に得点したチームが勝ちそうな雰囲気ですね。再び試合が始まります。後半1分、シエロ、さあ守りきれるか。ポストの左に切れました。シェイブのこのシュート。八塚さん、シエロ選手交代です。状況を的確に把握してますね。パスを出します。あーっと、オフサイドトラップです。後半15分になろうというところ、ドイツ FC コーナーキックでゲーム再開です。決まった、ドイツ先制ゴール。手元の時計で15分になろうというところ、ドイツ FC 先制のゴールを決めました。ヒットマン、チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ヒットマン、いいところに張っていました。この選手をマークするのは一体誰だったんでしょうかね。ディフェンダーももう一頑張り必要ですね。後半14分、シエロ、攻め込む隙を伺っています。ディフェンスの様子を伺っております。左のスペースを狙った、リズミカルに繋いでいきます。硬いディフェンス、完璧なタイミングです。ゴールに迫ります。体で止めに行った、リマ、ゴールを目の前にして止められました。後半21分、あー、どうしたんでしょうか。インターセプトされました。ここでカウンター、コーア、完璧なタイミングです。ホフマン、さあシュートできるか。打った、あとボールこぼれた、入った、エクセレントゴール。手元の時計で20分が経過しています。クンケル、きっちりと決めてゴールイン。ドイツ FC 1点をもぎ取りました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。クンケル、リバウンドか、うまく押し込みました。
まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。後半30分を回ったところです。コーナーキックとなります。ゲーに合わせた、入った、ファインゴール。手元の時計で30分が経過しています。決めたのはシェイブン。落ち着いて決めました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。シェイブナー、いいところに張っていました。練習しないとここまでうまくいきませんね。彼の存在がね、相手のプレッシャーになるんですよ。ここで試合終了。終わってみれば3対0。シエロ、全くいいところがないまま敗北を喫しています。シエロ、今日の敗因は、チームとしてのね、まとまりがちょっとなかったですね。もっとチャンスを作らないといけないですよね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
聞く皆さんご機嫌いかがでしょうか。天候は曇り、しかし雨の心配はなさそうです。本日は世界選手権の模様をお送りいたします。世界選手権、出場するだけでも大変なことです。シエル現在1勝1敗、勢いは決して悪くありません。アルゼンチン FC 対シエル、ここから一歩抜け出したいところです。実況は私安塚博、今日は解説に木村和彦さん、水沼貴さんのお二方をお招きしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合ピッチからのレポートをパンセッタジローラモさんにお願いしています。キックオフ、さあ試合開始です。ここでベンチにマイクを移します。ジローラモさん、シエロ、それだけ多くのサポーターが来てるんです。格好つけてください。ここからの速攻怖いですよ。パスを出します。どうする小野、ここはいい判断でした。前半15分になろうというところ、強引にカットされました。これが通らなかったのは痛い。ここでカウンター、矢野、右に短く出します。キーパー1対1、まだボールは生きている。決まった、シエロ先制ゴール。手元の時計で15分になろうというところ、シエロ先制のゴールを決めました。大きいチャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度、大きいいいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。前半20分が経過しています。ボールはアルゼンチン FC、 シエロ、どう出るか。マリネッティ、ここでサイドチェンジ、落ち着いてボールをキープしています。独走を許してしまった。さてどうしますか。巧みなボールさばき、ボールに迫る、決まった、アルゼンチン同点ゴール。前半20分が経過しています。まさかの同点ゴールを決められてしまいました。シエル追いつかれてしまいました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。じゃあ持ち込んでそのままシュートですね。本当にいい動きですよ。いやー、これではキーパーかわいそうですね。手元の時計であと2分、同点となっています。注目しましょう。右サイド待っています。あーっとオフサイド、ここで前半戦が終了。1対1、同点となっています。解説の坂田、前半振り返っていかがでしょう。同点ですからね、まだまだ分からないと思いますね。後半25分を回ったところです。さてどうしますか。これはカットされます。これが通らなかったのは痛い。中野、さてどうしますか。
奈良橋、右から展開します。バックパス、一旦ボールを下げます。右に短く出します。奈良橋、徐々に詰めていきます。奈良橋、このディフェンス陣をどう突破するか。足を引っ掛けられた。後半25分、シエロ、ゴール近く、絶好の位置からのフリーキックです。ヘディング、入ったー、ゴール。後半25分を回ったところです。シエロ、チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。フリーキックのチャンス、見事にものにしました。ピンポイントに合わせてきましたね。いいとこ狙って蹴ってますよ。手元の時計であと5分、コーナーキックとなります。これは大きく上に吹かしました。地産、手元の時計であと3分、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。いいバランスしてますよ。大きくサイドチェンジ、逆サイド使えそうですね。サイドチェンジで流れを変えるか。左から展開します。足を引っ掛けられた。レッドカード出ました。ピッチを後にします。スタンドからはブーイングの嵐。これは相当なハンデですね。杉下、ここは見せ場です。ゴール前綺麗に上げた。キーパー、まさに神業。キーパー。後半ロスタイム。決まった、ミラクルゴール。後半ロスタイム。杉下、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。いやー、このプレイには声も出ません。いやー、すごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。シエロ、このゲームをものにしました。シエロ、勝って2勝1敗。シエロ、今日の勝因はチームの総合的な力の勝利でしょうね。見事に練習の成果が出ましたね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ピッチは水滴で所々光っています。さて、インターナショナルカップに次ぐグレードを誇る世界選手権4回戦、シエル2勝1敗で勝ちが先行しています。ここで勝って夢をつなぎたいところでしょうか。対するはイングランド FC、 ここはぜひとも抑えたい。実況は私、安塚博、今日は解説に木村和彦さん、水沼貴史さんのお二方をお招きしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合ピッチからのレポートをパンセッタジローラモさんにお願いしています。キックオフ、シエル、どうやらシステム的には532という守備的な布陣です。シエル、早く守備を整えたい。右に短く出します。おっと、強引にスライディング、杉下、大きくクリア。前半14分、シエル、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。右へ、杉下、徐々に詰めていきます。杉下、華麗なパスワークで上がります。通った、絶好のチャンス。奈良橋、無難につないでいきます。三好、巧みなボールさばき。三好、本当に残念そう。アーレス、左コーナーから蹴るのは得意としています。シュートは上に切れました。ベーカー、前半25分が経過しています。シエル、さあここからリズムに乗っていきたい。オープンスペースを伺います。リバ、巧みなボールさばき。シエロ、相手ディフェンスを破れない。ここで前半戦が終了、両者ノーゴール。解説の二方、前半振り返っていかがでしょう。両チームともチャンスを生かしきれてませんよね。再び試合が始まります。安塚さん、シエロ選手交代です。それがベストなんじゃないでしょうか。大きいペナルティエリアまで行くか。鋭いパスが通った、キーパーよく防いだ。後半10分になろうというところ、シエル、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。シエル、逆サイドスペースができているぞ。鋭いパスが通った、決まった、イングランド先制ゴール。手元の時計で10分になろうというところ、イングランド FC 先制のゴールを決めました。ウッドヘッド、確実にものにしました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。最後に決めたのはウッドヘッド。ここはもう一度守備のシステムの再確認が必要ですね。この辺りの攻めに対する対処がまずいですね。ジロラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。シエロ、負けないでよ、もう少し頑張れ。ありがとうございました。ファール覚悟か。ここでカウンター、中央でキープしています。矢野、右にパスが出ます。キーパー1対1、あっとボールこぼれた、決まった、シエロ同点ゴール。シエル、ここで同点に追いつきました。
手元の時計で15分になろうというところ、大木見事な同点ゴールを決めました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。大きいいところに張っていました。今のはディフェンダーの完全なミスですね。外れて気が緩んだんでしょうね。どう思われます？ギロラモさん、シエロ、最後までこの調子をキープしてほしいですね。ありがとうございました。左へ、この位置から打った、ボールに迫る、ボレー。ここで試合終了。ご覧いただいた通り1対1。シエル、残念ながらこのゲームものにできませんでした。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ピッチは水滴で所々光っています。さて、インターナショナルカップに次ぐグレードを誇る世界選手権5回戦、シエロ、この試合で優勝を決めることができるか注目したいところ。今日の対戦相手はイタリア FC。 さあ、挑戦を目指す戦いです。勝敗はもはや神のみと知るといったところでしょうか。
実況は私安塚博史、今日の解説は木村和司さん、水沼貴史さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどパンツェッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。あーキックオフです。前半5分、シエロコーナーキックのチャンスを得ました。大きい、決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは大きい、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ここはうまく決めてきましたね。サッカーの得点の3割はリスタートからなんですよね。ディフェンスとの駆け引きに勝ったっていう感じがしますね。前半12分、シエロここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。シエロ早く守備を整えたい。ペナルティーエリア内で張っている、絶好のチャンス、思い切ってシュート、決まった、イタリア同点ゴール。手元の時計で10分を回ったところです。シエロまさかの同点ゴールを決められてしまいました。キーパーがっくりとうなられています。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。バンチ、華麗なボレーシュートです。あのコースだとどうしようもないですね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。手元の時計で25分を回ったところです。シエル、ここはしっかり守っていきたいところです。これは予想外の展開だ。シエル、さあここはどう守る。ペナルティーエリア内で張っている。打てるか。前半も残すところあと1分、シエロここからどういった展開を見せるのでしょう。今独走態勢、あっと止められました。いいとこまで上がったんですが、ここで前半戦が終了。1対1、同点で後半戦に折り返します。解説の二方、前半振り返っていかがでしょう。もう一つ追加点が欲しいところですね。試合再開です。何か動きはあったでしょうか。ギロラモさん、シエロ選手交代です。ディフェンスの様子を伺っております。バティスタゴールに迫ります。あっとインターセプト、強引にカットされました。どう思われます。ギロラモさん、シエロ少し疲れが見えてきましたね。だけど試合はこれから頑張って。ありがとうございました。ディフェンスの様子を伺っております。さあどこにパスを出すか。右へ、ここからどう攻めるか。シエロ逆サイドスペースができているぞ。バティスタクロスボールを上げるチャンス、どうする？決まった！決まった！イタリア逆転ゴール！手元の時計で30分になろうというところ。シエロ、逆転を許してしまいました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。
最後に決めたのはジネストラ。隙を突かれた感じですね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。後半33分、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。さてどうしますか。打った、ナイスセービング。ここで試合終了。終わってみれば2対1、シエル、まさかの逆転負けを喫してしまいました。シエル、今日の敗因は、チームとしてのね、まとまりがちょっとなかったですね。もっとチャンスを作らないといけないですよね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。We'll be right back.